はい、ということで今回はですね、カーエクストリートレーシング2でこちらのリアルスープラを使ってですね、なんと、今年の斉藤大吾選手のですね、オレンジ色の GR スープラを作っていきたいと思います。これはですね、HKS カラーではあるんですけども、横にはですね、DR2 とか、パチモンがありますが、このですね、ボディキットが全くもって HKS ではないと。 HKS のですね、ボディキット、これなんですよね。ミサイルなんですよね。これが HKS のボディキットです。この後ろのなんかこのペラッとしたのが分かりやすいんですけど、でこの R&T がですね、モンスタースープラのボディキットです。この D マスターが東洋スープラとかですね、エヴァンゲリオンのボディキットです。ということで、まずはですね、こちら65ゴールド買います。ピット、はい、最高の形2いけました。5000、安いね。ボディキッズボディキッズちょっと重いですけど、でリアバンパーとかね、ちょっと後ろの穴があると思うんですけど、それはですね、ちょっと再現できないという感じでございます。それでは続きまして、先にカラーやっちゃいますか。ちょっとバイナル剥がしましょう。バイナルをすべて剥がします。こんな感じですね。はい、これがですね、斉藤大吾選手の GR スープラなんですけども、カラーリングは基本はオレンジで、リアバンパーとか黒にしちゃってもいいんかな。で、ホイールは、リムが黒で、スポークが、前と後ろで違うんかな。前が黒で後ろがメッキっぽい感じですね。リムが、前がブラックメッキで後ろがシルバーメッキですね。オレンジあるけど、全然色が違いますので、どんな感じやろ。こんな感じかな。ちょっとゴールド感があるんですよね。だから素材が、メタリックやな。キャンディーとかクロームではない。キャンディーでも良いですけどね。キャンディーちょっと高いんで、4ゴールド高いんで、メタリックでちょっと似たような色を出したいね。こんな感じかな。こんな感じかな。これが正解なんですよ。どう？ではですね、まずは、フロントリム、これがクロームで黒い感じ、これですね。これでいくか。1800シルバー高いですけど、これでいきましょうかね。で、リアリムがクロームの、結構ですね、白い感じ、これでいいかな。スポークが、このスポークの黄緑もね、難しいですけども、サテンでいきますか。サテンで、あとはですね、リアバンパーがもしかすると真っ黒かもしれないですね。ルーフもあるのか。ルーフ色つけれる。リアバンパー、ここで変わるんか。いや、いけるな。いけそうですね。これはマフラーどうなってたっけ。マフラーもはや見えないです。ルーフね。ルーフは一応カーボンやと思うんですけど、ちょっとね、色を、これでいっか。こういう感じでいいか。これでいこう。そして次はですね、パーツを買い替えますけども、まずはウィングなしですね。ウィングなし、スポイラーこれなし。うわ、高っ。外すだけで12000。これもう外すはただで良くないですか。で、あとミラーですね。サイドミラーがこのタイプですね。このタイプでまた色を黒くしなあかん。ちょっと待てよ。これボンネットも変えなあかんかもしれないですね。ちょっと先にホイール変えましょうか。ホイール、はい。ちょっとですね、色のついた輪っかができないんですけど、もうこれでいきます。さあ、あとボンネットですね。なるほど。ボンネット変えられへん。ボンネットはもうこれでいきましょう。ということで、とりあえずカラーリングとパーツですね、完成しました。ではここからですね、バイナル勝負になっていきます。いや、どうしようかね。まずは、でもこれ45枚しか貼られへんぞ。これは多分どんどん増やしていかないとダメですね。Nothing is
いやー、ちょっとですね、これは確実にもう計算ミスというか、ちょっと甘く見てたというかですね。あー、ちょっとこれはほんまに大変でしたね。いや、これダメよこれダメよ、これダメよ、これは全然ダメよ。めちゃくちゃ時間かかりました。もう1時間半くらいやってたんかな。あー、ダメです、本当にダメです。もうちょっとはい、もうレース行きます。おお、かっこいいね、いいっすね。あ、ちょっとゴーストおります。あ、やばい、ミスった。おお、今のはミスったんじゃなくて、まあ言うたらわざとですね。ちょっとね、i8 のゴーストがいますけど、まあ、あれもやりたかった企画なんですけど、アイエイトゆっくり走ってますね。僕もね、やりたかった企画なんですが、とりあえずドリフトで抜きますよ。いけいけいけ、おー、近い近い近い、今ちょっと当たっちゃった。おー、出てる、危ない、逃げろ逃げろ、斉藤大吾、斉藤大吾逃げろ。うわぁ、なんかいきなり加速したぞ、あいつ近づいてきた、近づいてる、近づいております、近づいております。i8 が邪魔だ。ふざけてますね、やつは。あれゴーストなんで、僕がですね、昔保存したデータなんですけど、ふざけた運転しますね。もうちょっと追いつかない、めっちゃ離れていってます。もう R1 出てるんですけどね。いや、やっぱりモンスタースープラはかっこいいですね。めちゃくちゃいいじゃないですか。お、ちょっと今跳ねました。まあ、ずーっとね、この GR スープラを手に入れてからずーっと HKS のファイナルで乗ってたんで、いや、いいっすね、これはいいよ。はい、ではですね、神ロード行っちゃいましょう。神ロード、ここもなんか、あ、出ました。これはですね、かの有名なローレル選手です。ローレル選手抜かしちゃおうかな。ちょっとここは、おっとおっと、やばいやばいです。
お、抜かした抜かした。さあ抜かした上でドリフトで離せるかというですね、遊びですね。そういう遊び。ただまあ相手はグリップで来るからちょっとね、ほんま気をつけないとやられます。気をつけないとやられます。それは分かってるのでしょうか。ゲゲ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 ゴー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 。こういうところね、スピード出してきますから、あのローレルは。あれ階層1のくせに結構速いですからね。階層1のくせに速いローレル選手。やばい、音を近くに感じる、音を近くに感じております。さあしっかり逃げ切ることができるのでしょうか、斉藤大吾選手。いやー、こういう車でね、峠アタックとかしてほしいですけどね、実車の世界で峠アタックしてほしいね。 D1 車両で。あーていうかまあちょっとね、また別の話になるんですけど、ワイスピの動画おもろなかったですかね。あれちょっと思ったよりですね、反応が良くなくて、まあ確かにまあ僕は全く喋ってないんですけど、まあでも喋ってないにしても、まあ、あの再生数っていうことは意外と僕のチャンネル登録者で YSP 好きな人が多くないんかなって思いましたね。YSP が好きな人やったら再生してくれるはずなんで、意外と、ね、そこまで多いんじゃないかなとちょっと思いましたね。はい、ということでいかがだったでしょうか。ちょっとですね、まあ、僕はこの車はですね、ちょっとドリスピで手に入れることができなかったので、まあ、このゲームでですね、まあ、再現ができて、よかったと思っております。まあ、あのこのゲームで GR スープラは課金のセールの時にしか買えないと思うので、チャンスがあればですね、ぜひ皆さんも買ってみてください。ということでよろしくお願いいたします。